こちらになります。はい。は出てますよね。出てますね。ニョキって言ってますけども。あ、なんだっけ、シーボーズじゃなくてなんだっけ。シーボーズ。あ、海坊主、海坊主。海坊主、シー。英語にしただけ。こんにちは、生城家の生城です。ポチヨです。というわけで今回は0と1の狭間。やったー、やった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 。いやもう来ましたよ、この時間が。楽しみ楽しみ。まあ初見の方に向けてね、あの、うん、簡単に説明しますと、はいはい、視聴者の方からいただいた CD 写真、心霊映像をですね、こちらでちょっとご紹介させていただきまして、うんうんうん、で、まあ、我々がこうリアクションを取りつつ、ちょっと考察を挟みつつ、まあ、やや懐疑的にね、やりつつ、まあ、ちょっとここにはいないんですけど、七代家の出演者の一人である熊子に霊が見えたり心霊写真とかね、はい、見えたりしますので、熊子にもちょっとどうですかと聞いてみるという感じのね、だいぶ豪華な心霊写真紹介コンテンツとなっておりますけども、はいはい、まあ、今回もですね、いつも通り、写真をちょっと紹介していこうと思っております、うんうん、はい。ちょっとメッセージいただきまして、はい、ちょっとそれを読んでいこうかなと思います、うんうん、はい。3年前に横浜のベイサイドマリーナで撮った写真で、友達の船を買いに、3人で試乗させてもらった時のものですと。1枚目の写真ですが、友達と帽子をかぶった旦那が写っているのですが、旦那の帽子の上から指が出ています。おお。この写真を撮影したのは私なのですが、撮影した瞬間すぐ写りを確認して、友達がふざけて指を立てたのかと思って、私は一人で爆笑していました。すると二人ともキョトンとして、そんなことしてない、何これ、と急に場が騒然としました。ちなみにマリーナでは遊泳禁止のため、誰かが海に入って後ろからふざけるのは不可能です、うんうん、一緒に試乗していた映像の方もいたため、ルールを破ることはしていません、うんうん、また旦那は体が硬いため自分で行うことも不可能です。というわけでございまして、なんか指が出ていると。なるほどね。を言うんですよ。いいね、うん、心霊写真と言ったらね、まあまあって感じですよね。手が写ってるですよね、うん、頭の上から指出てるという話だったので、ちょっとまあじゃあまず見ていきましょうか ね。こちらになります。はい。は出てますよね。出てますね、うん、ニョキって言ってますけども、どうでしょうこれ。まあなんか2人の男性の方が写っていて、うん、左の方が、まあ、きっとこの投稿者の方の旦那さんだと思うんですけど、はあはあはあ、そうやって見ると確かに指は写ってますよね。指ですよね、うん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 、どうでしょうね、うん、まあでもこれが指だと仮定して、うん、誰かが後ろからやってるのは、うんうん、まあほぼほぼ不可能なのではないでしょうかね。うん、そうですね。なんかこのヘリの向こう側ってもう直接海だと思うので、うん、でまあ隣のねこの男性の方の方は、うん、まあ、両手とも見えていて、そうですね、まあ、左手でピースをして、右手は、うん、あのまあ、お腹の前にあるので、はい、空間もね空いてるし、うん、まあ、やってるのはありえないですよね。指だな。うん、まあこれね、正直でも個人的には心霊写真ではないと。おお、そうなんだ。思ってます。へえ。これ実を言うとね、投稿者の方は旦那は体が硬いので、うんうん、旦那の指ではないですと言ってるんですけど、うんうん、これあの体の硬さとかっていうよりも角度を見ていると、うん、旦那さんの右肩は見えてるんですけど、左肩って結構ちょうど真後ろにあると思うんですよね。はあはあ。あの角度的に、うんうん、要するに横をほぼ向いているという感じだと思うんですよ。はい、そうですね。簡単に言うとこの状態で肘をこう引いて上げてこうピースしてると指がピロって見えるんですよ、上から。あ、確かに。そうで、これ七代も体めっちゃ硬いです、うん、でできるんですよ。まあ体の硬さは関係ないですよね。そうそうそう。でこれできちゃうし、これ後ろに支えがあるんですよね、ヘリがあるんで。確かに。ボートのなので、そこのところにあの手を預けておけば、正直すごいこう、あ、頑張って腕を引いてなくてもこうやって見えるんじゃないのって思ってます。置いてピュってやってね。そうです、そうです。だから七代の結論的に言うと、これ旦那さんの左手の指のピースの一部が写ってるだと思ってます。あ、言われてみれば、うん、これはあのちょっと今日は七代活躍しませんでした。いやいや、これちょっと すごいと思う。確かにそうなるかも。これはねえって思うんですよ。で2枚目いきましょうか。メッセージを読みますけども、はい、2枚目ですが、友達が試しに操縦して船が動いている時の写真ですと。内側カメラで旦那が撮ったものですが、よく見ると旦那の頭のところにまたまた指が映っています。また頭。この時営業の方と友達は船の中の私たちよりも前の方で操縦しているため、誰の指でもないです。船にいたのは営業の方1人と私たち3人だけでした。この写真に気づいた私は帰りの車の中でちょっと軽く悲鳴を上げてしまいました。と同時にしつこい幽霊だなと思いました。笑いという感じでございます。2枚目に関しては
じゃあ早速ですけど2枚目も見ていこうと思います、はいはい、こちらです。これわかるかな、ちょっと拡大というか、まあ見ていきますけど、あまあなんかピンクっぽいというか、なんか映ってる感じはしますよね。確かになんかあるね、うん、なんかあるかなっていう感じはします。うん、うん、1枚目を指だなと思って見てたら指に見えるかも。あなるほど、うん、でも、うんうんうん、1枚目はやれちゃうよねってさっき話してたんで、うん、そうやって見るとさっきのが幽霊じゃないんだとすると、これもまあなんか映ってんのかなぐらいのインパクトですね、はい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 、なるほどね。あ確かにそうかも。1枚目で指だって認識したら、うん、また指っぽいものが映ったら指だと認識しちゃうよねって話だね。そう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 。あ確かにこれもですね、謎はすべて解けております。解けてんの？すげえ。あくまで迷うの探偵か、名前のね、あの名物の名の探偵かちょっとわかりませんけど、はいはい、名探偵の七代がちょっとね、これちょっと考察しちゃいましたよ。考察ができちゃうの？やっちゃいますよちょっとこれ。はい、ね、はい、これ映ってますけど、うん、多分これ船の外だと思ってるんですよ。あまあまあ船、うん。まあまあ真後ろにね、窓ガラスというか ね、あのあるからね。それはもちろんそうなんだけど、多分風景なんですよ後ろの。後ろの風景。うん、背景ですこれ。はあはあはあ、でこれよく見るとこれ後ろってちょっとあの岬っぽくなってるんですよね。陸地が見えてるっていうか、そうね、うん、なんか河口なのかな、ちょっと多分さっきのところから見ると、うんうん、まあ、その海に出るところなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、でそういうところの先にあるものって何でしょう。灯台がありますと、うん、だこれって灯台なんじゃないかと思っていて。なるほど。で理由もう一個あって、うん、あのそれが日の当たり方。うんうんうん、今ここって、まあ、ちょっと旦那さんのなんか首元から下に結構ねあの鋭い西日ってちょっと明るい光が当たってます。強めの明かりが当たってますね。そう、影になってる日陰と日向が結構明るさに違いがあると思うんですよ、うんうん、で実際背景見てみると結構空と分からないぐらい白飛びしてると思うんですよ、まあ、確かに結構陸地が。指がもし真後ろにこの太さぐらいで映っていたら多分もっと暗いと思うんですよ色が。あ確かにね、うん、暗いしもっと肌色が濃いと思うんですけど、これがすごく白飛びしたピンクっぽく見えるので、個人的には白にちょっと黄ばみんでしまった灯台かなんかが日の光でピンクっぽく見えてるのが指っぽく見えてるんじゃないかと。なるほど。いうのが七代的な考察でございます。なんとなくは、うん、そう見えてきた、うん、まあ、確かにポチオもねさっき言ってくれたけど、まあ、要するに1枚見た時にそのやっぱりこう写真上にねその、まあ、指が映ってると、うんうんうん、2枚目も指なんじゃねえかと、うん、思っちゃうのもそうだし、うんうん、まだ投稿者の方をどうこうっていうのはないんですけど、まあなんかまあ、もしかしたらだからこれは心霊写真とかじゃなくて、まあ、そういうのは2枚続いてそう感じていると。そうそう、あ、うん、なるほどね。で一応次3枚目なんですけどメッセージを読み上げるんですけど、3枚目は営業の方に撮ってもらいました。これは何も写っていませんが、うんうん、船の周辺を見ていただきたかったので添付しています、うんうん、旦那はいじられるキャラのため、幽霊からもからかわれたのかなと今では思っていますが、このような面白い心理写真が撮れたのは初めてでしたので、七章さんの動画にぴったりかもと思い今回送らせていただきましたと、はい、最後にいつも楽しみさせていただいていますと、これからも頑張ってくださいということでございまして、ありがとうございます、はい、3枚目は参考にっていうことだったんですけど、うんうん、まあ、一応ちょっとお見せするとこんな感じで、まあ、こういう場所だったよっていうお話ですね。なるほどね。でこれもまあなんか見た感じは別に何か映ってるようには個人的には全然、まあ、頭はね、うん、見えないかなと、ね、まあね、ただ七代家には熊子さんがいる。そう、ここに何か映ってる可能性もあるからね。ありますよ、全然ありますよ。だから1枚目も2枚目も3枚目も正直熊子さんから見たら全然違う見え方の可能性がございますので、ちょっと早速ですけど怖い幽霊映っててくれよ。もうちょっと期待してるでしょ。期待してる。でも熊子さんやからね。そうなのよ。熊子さんやから多分笑える方になると思うんですけど、おどろおどろしく言ってくれよ。いや、わかんないからね本当に、うん、というわけでございまして今回、はい、じゃあ熊子さんに聞いてみようと思います。いや楽しみ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけですね、今回も熊子さんにぜひ見ていただこうと思うんですけども、はい、これどうでしょう。なんか1枚目に関してはこの手前のその帽子かぶってる方の指なんじゃないかなって。あ、やっぱりそれはそう思いますよね。いや、なんか僕も実際撮ったことあって、こうやってやった時にここピョンって出てて、
で、まあ、それがあの高校の時の体育祭で心霊写真でわーみたいな感じで すげえ騒いでたことあったんだけど、ね、あ、じゃあ実際撮ったことあるんですね、そういう似たような写真ね。で冷静に考えてあれ自分の指だったなっていうのを言い出せないまま今に至るみたいなのがあって、じゃあ心霊写真のまま行っちゃってるのね。ちょっとあなたちょっと見えるんだからちょっと否定してあげてください。それはダメダメです、否定しないと。2枚目の方どうでしょう。2枚目がこれか、薄く見えるところ、うん、これあれじゃないの、灯台だっけ、なんだっけ。あ、灯台ですよね。やっぱそう思いましたよね、これ、うん、まあだから概ね七代ポチオとほぼ同じ見解って感じですかね、うん、うん、こういうはで、なんだっけ、3枚目が心霊写真ではないんですけど、なんかここに顔半分だけ出してる人が見えるんですけど、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。ちょっと、え、どういうこと、え、船のヘリ、ヘリ、ヘリのとこ、うん、このピースしてる男の人の隣にここから この上の部分、めちゃくちゃ怖いよ。どういうこと、え、要するにあのヘリの向こうから上がってきてるってことか。上がってきてるけど、なんかまつげ長い男性かな女性かな、おわからないけど、お目目パッチリの人が、お目目パッチリの方が、方がいるけど、鼻から上あたりだけをヘリの向こう側からずーって、ずっと怖っ。それぐらいかな、見えてんの。いや、それくらいかなって、あのすげえ軽く流してるけど、あの全然軽くないと思うんですけど、これ。え、それ大丈夫なのこれ。いや、だって、いや、あんま嫌な感じしないから大丈夫だと思うんですけど。だから怒ってるとかじゃなくて、ただ真顔でパッチリお目目で。パッチリお目目なんか。あ、そうなんだ。ビジュアルだけで見たら、日本にはその伝統的なね、妖怪とかで船幽霊とかいたりとかして。あ、なんだっけ、シーボーズじゃなくてなんだっけ。シーボーズ、あ、海ボーズ、海ボーズ。海ボーズ、シーボーズ。英語にしただけ。初めて聞いた、海ボーズのシーボーズって言うし。何やそれ、ちょっと英語とね、なんか日本語が混ざってる。どういうことやね。海ボーズ、海ボーズ。びっくりした。海坊主、まあ、海坊主とかもそうだよ ね、 あのね、うん、船のヘリからこうずっと上がってきて中に乗り込んでこようとするみたいな幽霊とかね、いたりするんですけど、それと同じようなね、ちょっとビジュアル的な怖さは正直感じるんですけど、あ、でもなんかなんてことないように言うってことはきっと久保子さん的には別に何も怖いっていう感じじゃなくて、もう多分これに関しては全体的に大丈夫だと思いますよ。あ、そう、うん、ピースをしてるサングラスの男性がいるじゃないですか、うん、その方についてるとかそういうことですか。その、あ、じゃないと思います。じゃあたまたま船のたまたまだと思う、ヘリの向こうに映ってるっていう、こういうこともあるんです ね、 ね、うん、いやでもまあ大丈夫だから大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫だから大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、なんか大丈夫に見えないんだけど、大丈夫。はい、まあ、という感じでございまして今回も、はい、はい、ありがとうございました。とんでもないです、ね、はい、というわけでございましてね、これまさかのなるほどね、ポチオ君の前振りがだいぶ効いてるから、これ映ってるかもしれませんよっていうのがものすごい効いてたんですけど、まあ、びっくりするよ ね、 ね、3枚目の参考人の方に ね、 まね、そう、まあ、でも1枚目2枚目は七代と、ね、一緒ですね。そうそう、意見がね、ほぼほぼね、くまこさんと被ってましたけど、即レスしててびっくりしたね、そうそうそう、びっくりしたけど、まあ、でも1枚目2枚目には何も映ってないと、うん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 、ただ3枚目の参考用のところには映ってたと。そうね、うん、でもなんか何を言ってんだろうと思ったのはシーボーズよ。やばすぎでしょ。どういうことなのそれ。そういう間違い方する人初めて見た。英語と、ね、日本語を組み合わせてシーボーズに行くの人初めて見たんだけど。シーボーズね。何ことやんねんと。シーボーズってなんだと。いやーシーボーズが出てくる階段喋りましょうよ。喋るか。あの船のヘリからね、ぬっと顔が出てきて、それシーボーズだったんです。やばいやばい。でもなんかみんなキョトンとするから怖いかな。怖くはないよな。はい、というわけでございまして、はい、0と1の狭間という企画ではですね、うん、心霊写真心霊映像をね視聴者の方に投稿していただいておりますと、もしあの持ってる方、うん、とぜひ見てほしいっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄に、投稿フォームございますので、よかったらそちらから、投稿していただけたらなと思っております。お願いします。はい、では今回の動画面白かったという方はよかったらいいねボタンも、そしてチャンネル登録まだの方はよかったらこれを機にチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いいたします。それじゃまたね。またね。